皆様こんにちは。質問型営業の西野です。そして青木武史です。この番組は営業成果に関するお役立ち情報を提供させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあ先生、はい、今日のテーマは、はい、営業は順番や。なんで関西弁なの。順番だがいいですか。そうなんですよね、はい、あの実は最近ね、研修で一番最初に、研修とか講演でね、質問を皆さんにしてるんですよ、はい、もう私はやっぱり質問型なんで質問するの得意なんでね。、はい、でそういう中で皆さんにとって営業っていうのは何ですかっていうね、うん、こんな質問をこうしたりしてるんですね、はい、そうするとですね、様々な意見が出てくるんですよね。はい、うん、これ結構面白いんですよ、ね。はい、じゃあそれちょっとあの言ってみていただけますか。はい、実際のね、うん、はい、これ企業研修で出てきた答えなんですね。新人営業、新人で営業に就く人に一番最初に皆さん営業にこれからつきます、はい、営業っていうのは何だと思いますか。はい、でこんな質問しました。はい、はい、こんなご意見があったんです。はい、お客様にお話しして最終的に買ってもらうこと。なるほど、まあそうですけど、ね、はい、はい、そして契約してもらうこと。もうストレートやね。お客様のお悩みやニーズを聞いて解決すること。おお、これはなかなかすごいね、うん、本当ですね、うん、そして提供するものに魅力を感じてもらうように説明すること。なるほど、説明もいりますからね。そうですよね、うん、はい、そして、あ、信頼を得ること。そうそうそう、信頼ないと聞いてもらえませんからね。はい、うん、あ、こんなのもありますよ。暮らしが良くなること。おお、大きいね。本当ですね。そして商品の評価をいただいて買ってもらうこと。なるほど、こんなのもありました。評価いただかないとね、買ってもらえませんからね。確かに、うん、はい、そして最後がお客様の求めていることを聞き説明する。なるほど、まあ、こんなところが。さてこれね、はい、いくつありました。8個です。8つ、うん、ということは8人の営業マン、新人営業マン研修で聞いたということなんですね、はい、さてこれ皆さんどうでしょう、どれが正解かということなんですけどね。 あれかな、どれかな、はい、それかな、うん、実は全部正解なんだっていうお話なんですよ。お、全部正解なんですよ、間違いじゃないんですよ、うん、そうですよね、契約もいりますし、いりますよ、はい、それから説明もいりますし、いります、いります、ね、それからお客様の、うん、欲求ニーズも聞かないといけませんし。そうですね、そういうことですよね。本当そうです。ということはこれはどういうことか。どういうことでしょう、はい、全部正解なんだけどここには順番があるっていうことなんですよ、うん、おお、これが重要なんですよ、ね、ね、はい、だって最初から契約にならないでしょ。そうです、ね、契約をいただきたいけども最初から契約にならない、はい、一番最初はまず信頼を得ることかもしれませんし、はい、あるいはお客様の欲求ニーズを聞く、うん、はい、ということがやっぱりスタートですよね、はい、そしてその欲求ニーズを聞いたらどうなります、うん、今度はそのことに対して自社の持ってる商品が役立つことを説明するということがいりますよね。説明もいりますもんね。いるんですよ。でそれどこで言うかってことですよね。そういうことなんですよ。最初から説明したらどうですか。ちょっともうなんか売り込まれるですよね。嫌がられますよね、どちらかというとね、はい、ということはなぜ嫌がられるか、うん、営業っていうのは順番が間違ってるということなんです。営業はなぜ嫌がられるのか、はい、順番が間違ってるんです。めちゃくちゃ大事。そういうことなんですよ。だから全部正解なんですよ。わーすごい、ね、その順番を間違えさえしなければ、うん、営業は喜ばれる、歓迎されるということなんです。歓迎されるんですよね。そういうことなんですよ。だってお役に立つということですからね、うん、はい、そういうふうに考えたらさっきのあれ順番一回正して言ってもらえませんか、はい、皆さんよく聞いてくださいよ。では8項目正しい順番でお伝えいたします、はいはい、まずは
信頼を得る、はい、そしてお客様の悩みやニーズを聞いて解決する、はい、これ2番目ね、はい、3つ目がお客様の求めていることを聞き説明する、はいはい、4番目が提供するものに魅力を感じてもらうように説明する、はい、プレゼンですよね、はい、はい、お客様にお話しして最終的に買ってもらう、はい、クロージングになってきました。商品の評価をいただき買っていただく、はい、そして7番目が契約をしていただく、はい、8番目は暮らしが良くなる。どうですか？いくつでした？これ8項目です。8項目、8人の営業マンが出した答えが全部並べたらまさに営業が完成する。本当ですね、ということなんですよ。だからいかに私たちはその順番を間違えて営業してるか、うん、だからお客様に誤解を受けて嫌がられ断られ、はい、営業は辛い苦しいっていうことになってるんですよね、まあ、ある意味それだけのこと。そうなんですよ。すごい、だからそういう意味でぜひですね、はい、そういう営業というものを勉強するっていうことをぜひしていただきたいんですよ ね、 やってること間違いないんですよ、はい、ただそこをちょっと、ね、勉強したらより効果的になる。段取りが悪くって実はやってるみたいなところもあるんですよね。あ、なるほど、そういうことなんですね、うん、そうなんですよ。それがきちっと分かればそれスムーズにいくようになる。うん、毎回毎回うまくいくようになると確率も良くなってくる。お客様からの誤解も受けない、ね、こういうようなことになるということです。はい、これが高先生の前の VTR で撮ったあの人は自分の思った通りにしか動かない、そうですっていうところにそれが乗ってくるわけですよね。そういうことなんですよ。そして営業というのはお役立ちであるという基本に乗っていくということでございますね、はい、もうそこがバチッとはまると。そうなんですよ。商談の帰りはスキップで。いや、もう私はもう本当にそれが分かってからスキップでね帰るようになりましたけど。実はです。はい。はい、まあぜひ、そういうことでね、この営業には順番があるんだということをしっかりと理解をしていただきたいですし、その、まあ、学習をしていただきたいということですね。はい。はい、まあそういうようなことでぜひですね、最後はその学習にぴったりの私どもで初級編というのがございます。担当は西野でございますんでね、はい、はい、初級コンサル入門編初めての質問型営業というタイトルのZoom で開催している2時間の講座があるんです。もう全然考え方変わりましたなんていうね、はい、感想もいただいております。欄外のところに URL が貼ってございます。ぜひご覧いただければと思います。そして、この番組、いいね、コメント、チャンネル登録、そして良ければですね、音声編のポッドキャスト、青木たけしの質問型営業というのもやっておりますんでね、ぜひこういうのも聞いていただいたらと思います。ありがとうございました。